皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今日はですね、株式市場が休みなので、値動きっていうものは見れないんですが、為替の方は、また円安になってきて、なんか週明けも、相場地合いが悪いのはちょっと週明けからは落ち着きそうだなという感じがします。なんかね、今週頭とか結構崩れそうだなっていう感じだったんですけど、もう結構固めてきたかなっていう感じがします。で、いつもね、見ない銘柄とかをこの休みの間にちょっとチェックしていこうかなと思いまして、1個目としてですね、ワンダープラネットっていうものが、民株の中で、買い予想上昇で結構上位に入っていたの で、自分もこの銘柄知らなかったんですけど、またですね、最近結構多いですね、この IPO 銘柄です。で、マザーズに、6月に上場したばかりなんですけど、スマートフォン向けアプリやゲーム開発の会社らしいです。で、前回のね、直近の決算は、46.2% 減ということで、悪かったらしいんですよね。で、なんで買い予想に入ってるかっていうと、これで決算悪くて結構売られたので割安になったんじゃないかっていうことで、買い予想に入ってるようです。で、これちょっと自分はね、ゲーム詳しくないんですけど、クラッシュフィーバー日本語版やこの素晴らしい世界に祝福をの、タイトルのアプリがですね、伸び悩んだっていうことなんですけど、これで結構株価が落ちた。あとちょっとチャートを見ていこうと思うんですが、でも、これね、ゲーム株って、すごい難しいんですけど、失敗したらね、結構、何割も取られちゃうっていうのもあるんですけど、モンストがね、流行った時のミクシーとか、一番すごいので言ったらパズドラがね、当たった時のガンホーとかは、多分半年とかね、数ヶ月持ってた人は、すごい利益だと。デイトレでもね、簡単に10万円とか取れたと思いますけど、何億円とかね、送り人っていうのが多分出たような銘柄なんで、多分ゲームで一タイトル当てちゃえば、なんかバイオ銘柄で言うとね、その一つ新薬ができたぐらいのインパクトやっぱありますよね。一つすごいタイトルのゲームができたっていうものはね、やっぱ強いなと思います。なんでちょっとここの会社の、アプリは自分はちょっと知らないんですが、最後に、この会社のチャートを見て終わりにしたいと思います。直近にね、上場したっていうことで、6月10日で9日ぐらいですかね、10日9日ぐらいのチャートなんで、チャート自体もそんなに作られてはないんですが、なんか上場した時は大体4000円超えたあたりで、1回5000円超えて、で、多分決算が4000円ぐらいだと思うんですよね。それで悪くて、窓を開けて今2600円ということで、チャート的にまだ下髭のね、できてない大陰線のままなんで、ちょっと切り返したかっていうとまだ微妙なところなんですけど、これよりもうちょっと落ちたりとか、なんか底根を固めたら入りたいなってぐらいで、難しいですよね。そのデータというかね、底根がわからないんで、ずる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 いく可能性って当然あるんでね。なんかそう、上場した時から見ればかなり割安には感じますけど、なんかね、最近AI の会社も落ちて、なんだかんだ1ヶ月ずる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 落ちてるところもあるし、怖いですよね。なんかグリーンかな、昔トレードしてた時の印象とかで、やっぱ1000円、2000円崩れて1800円、で1800円2000円のボックスで落ちたら、気づいたら1800円のボックスとかでね、ちょっとずつね下がっていくみたいなの結構あったんで、なんとも言えないですよね。しっかり底根は見たいかなという感じはします。
まあでもそのさっきのじゃないですけど、1タイトル当てれば一気に、まあ、2倍とか3倍上がると思いますけど、まあ、クラブとかもねありましたね、ゲーム株。結構ボックスで、まあ、大きいボックスでしたけどね、なんか700円から1400円ぐらいだったかな、なんか結構行き来してる感じもありましたけど、まあここは、詳しい、ゲーム株詳しいとかですね、この会社のタイトル結構知ってるって人はいいかもしれないですけど、まあ、IPO ってこともありますし、チャート的になかなか見極めが難しいので、まあ簡単ではないかなという印象はありますけど、IPO 好きの方は、やってみてもいいかもしれません。今回以上になります。ありがとうございました。